そしてそんな氷で覆われた世界でベルーガたちが空気を吸うためには氷に穴の開いたところを探すしかありません。このように少しの穴のところを順番に呼吸していくんです。しかしこの時にホッキョクグマに狙われてしまいます。空気を吸うのも命がけです。また夏になると水深の浅いところまでやってきて、水底にある砂利や岩などに体をこすりつけて古い皮膚を落とします。この白く波のように見える部分、実はほとんどベルーガたちなんです。こんなにたくさんの数でやってきます。今まさに体をこすりつけているところの映像です。そしてこの時期ベルーガたちは出産や育児も行います。親子のベルーガもたくさん見られます。こんなベルーガを名古屋港水族館では続々と飼育しています。野生のベルーガの映像を思い返しながら今からのトレーニング楽しみください。それではよろしくお願いいたします。かわいい。では早速始めていきましょう。まずベルーガについて少しお話しします。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれており、体の色がこのように真っ白なことが特徴です。しかし生まれてくるときは全身濃い灰色をしているんです。先ほどの映像にもあったようにベルーガが育児や出産を行うのは聞いたんです。そのため体が白いと目立ってしまい、天敵に襲われやすくなってしまいます。そうしないためにも幼い時、生まれてくる時は体の色が灰色なんです。10年以上かけて徐々に白くなっていきます。見て見せてくれました。青木になって見せて
野生ではこれを狩りに使っています。水底に水を吹きかけ、生物たちが驚いて出てきたところを吸い込んで食べています。水族館では主に3種類の魚を与えており、ニシン、イカナゴ、ホッケといった魚をあげています。美味しそうに食べるところもぜひ見てみてください。そして残念なことにそろそろ公開できるので食べたいでしょ。